コロナではね、あれだよね、あの週刊新潮がね、もう散々言ってますけど、今月もですね、今週も小池百合子が欲しがる生贄って言うんでね、あの女帝栄えて国滅ぶってやってますけど、例えば舛添さんなんかはですね、国がどういう方針を示そうと、東京では感染者がどんどん増えているというのならデータを出し根拠を示してから要請すべきだと。彼女はデータを集めず分析もせず、人気を下げないためにパフォーマンスで都民に寄り添っているように見せているに過ぎないと、これズバリこう、舛添さんが言ってます。舛添先生はね、要するに私もBS 放送の方でね、ご一緒、ネットの方の番組でご一緒してるんですけど、基本的にはね、小池百合子を別荘に、北海道の別荘に連れ込んで、で組み敷いて、ともかく塩と泡を吹かせて、ご近所に生活してる熊をね、ヒグマを驚かせたと、こういうね、こういうエピソードの持ち主なんですよ。で要するに蓮舫なんかにも、俺と一緒にと、だから結構ね、もう本当に極太三本足と言われてるんだけど、結構その辺の方はね、パワフルで、僕はね、松井さんにこの間会った時に言ったんですよ。あんたがね、あの時に、小池百合子を組み敷いた時に、死ぬ死ぬ死ぬと言わせた時に、思い切って天国に、連れて行ってやればよかったんだとそれをしない、いや俺は違うと、あれはね、全くのね、デマだと、デマであるわけないだろうとこういうことね、松井さんはそんなことばっかり言ってんだけど、私も責任はね、あなたにあるんですよと、あの時にとどめを刺しとけばこんなことにならなかったんだと、松井さんと一緒にもう一回ね、もう北海道旅行行ってくれないかって言うんですよ。これの歴史はご案内のように、もうなんかそのなんかネコロンビアじゃないけど、昔懐かしい表現で言えば全部ね、男の匂いがあるわけ、竹村圭一さんはじめ、その後東京ワールドビジネス東テレビの小川社長、その後鳩山、その後小沢、その後要するに、ご案内のように小泉さん、全て男絡みですよ、男絡みでのし上がってきて、何かありますか、デビートで何か彼女がそれらしいものをね、発信したとかいうこと聞いたことありますか、もう例えば防衛庁長官になったって、そういうようなデビートはできないから、すぐ辞めざるを得ない、国会答弁で耐えられないから、そんな状況なんですよ、ろくでなし、と思うんで。私から言えばね、女ですよ、もう完全に、これはね、武漢みたいな一部はまだね、傷が残ってますけど、中国の全体の経済としてはもうね、独走体制ですよ、例えば、鉄余りだって言ってたでしょ、鉄余りじゃないんですよ。鉄がもうなくなっちゃって、この間も東京製鉄に10万トンのオーダーが来てるんで、東京製鉄にですよ、もう国内の需要でもって、施設だとか工事がどん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 フル回転しちゃって、鉄がなくなっちゃって、日本の東京製鉄に10万トンもオファー来てる、そういう現実、要するに私の友人が、上海を中心としてね、3000人ぐらい入るような、日本式の温泉をやってるんですよ、5つほど。これね、やっぱコロナ禍の時には閉店してたんですが、今オープンして、もう大変な活況してますよ。あ、そうなんですか。もう大盛り上がりですよ、5店舗が。この間も武漢のプールでもって2万人が集まって、夏場所で、あの現実があるの。で、これなぜそうなってるかというと、これはもう編集長もご存知のように、中国共産党、これがね、言論統制をして、SNS とかメディアでもって、コロナ怖いって騒ぐの、過剰に騒ぐのやめてるということの規制をしてるのあるんですが、そういうふうに過剰に騒がないようにすると、人民は自信を取り戻して、インフルと同じレベルじゃないかと、風邪もどきじゃないかと、経済活動を旺盛にして、あっという間に、経済再生して元通りになっちゃうんだ、要するにテレビ見たのね、コロナ怖いがイコール安倍悪い、これに侵食されて、その気になってずっと浮かれ上司でやっていたら、どうなりますかと、編集長。ここをね、編集長本当にこれ親に出られてるんだけど、体を張ってね、その特集で、もう石破なんか相手にしてる時間がないから、こいつらは一人一人ね、やりだめなんか言ってほしいのよ、特にね、晴れママだとか、玉川、ヤンキー玉川、コロナヤンキー、こういう羽鳥、太鼓持ち、腹黒、こういうのね、やめて、こんなの本当に許していいの、こういうのは放送法に違反しないのかと、総務省ちゃんと動けよと、責任を持って。いや、本当そうですよ。そうでしょ、でテレビ局に行くとね、そういうこと言うとね、もう質問ご辞退されちゃうのよ。まあ、できないんですよ。
ね、そのテレビ局のね、ボーナスの糧、給料の元になるコロナ怖いをね、言えない人がうちはもういりませんっていうやつ、ね、テレビ局は結局減収してますから ね、あの視聴率取ろうと思ってコロナが怖い怖いって やりすぎてスポンサーがつかなくなって、スポンサーがお金払わなくなっちゃう、だからね、自情自爆ってはこのことですよね。だろくだしなしものほらしゃぶ中と同じで、一回味わっちゃうと、もうせなくして生きていけないんだあれ、ね、目の前にパッとあるとそれを飲んじゃうんですよ、ね、だずっと続いて、だこれまたね、一段落すると11月ぐらいから始まりますよ、これをちゃんとね、菅さんにはね、もうそういうこと許さないと、ちょっとテレビ局の各局のやつ人たち呼んで、あんたたちこれ以上やるとね、やるんだったら編集長みたいな方呼んで、バランス感覚で相反するものを対立する思想というものが放送法に基づいて、ね、やってくださいよと、一方通行じゃダメ、放送法違反ですよという、きちっとしたバランス感覚で、何もね、あの欲がかかったいかにも言ってるわけじゃないから、我々ね、表現の自由というものを全くね、あの尊いそういったもので今日の繁栄とかね、発展があるんだから、これを重んじるときは、それを重んじるときにやっぱりね、バランス感覚を失ってはいけないということですよ。そうです、もうあの、一つはね、やっぱ保守系のテレビが欲しいですね、本当は。欲しいね、はい、それでテレビだからね、そう、それで、かなりバランス取れるはずなんですよね。確かにね、でもね、はい、朝から晩まであれやられたらね、もうなんかね、マスクなんかしてないけどね、異常者、変質者扱いされるんですよ。そうそう、僕もしてないからね、ほとんど、はい、だからこのやっぱりね、熱中症で死んでる人多いんですよ。月間花火を使ってね、ぜひ盛り上げていってね、編集長またお叱りを受けるかもしれないですけど、今のこの現状を見るとね、今から35年前にアダルトビデオをやった頃のことを思い出す、はい、あの頃はね、やっぱりアダルトビデオなんて言ったらね、変態扱いですよ、ね、もう本当にね、犯罪者扱いで大変なバッシングがあったんですよ。でそういう中でもって、前回1班2班3班4班5班6班って、ね、あと1班になっちゃうんだよ7班、ね、そういう中でやってきて、ようやく今日ね、どこの日本の超一流ホテルでも AV を流し、そういうなんていうか、国家の電波を使って AV 専門チャンネルもあって、だいたいトータルで1兆円産業が漏れてるんですよ、ね、だそういう歴史を見て、やっぱりここはね、あの35年前を振り返って、あの時にね、やっぱりね、業界こぞって私を批判して、つなげていったら大変なことになるぞと、ね、でまた禅門の虎、肛門の狼ですよ、そういう形で当局があって、後ろは業界の人間の足の引っ張り合い、そういうことがあって今日やり続けてきたから、それは結果的にはね、ネットフリックスがであればこそ、君はキラーコンテンツだと、このことを思い出してね、ぜひね、編集長にはね、このね、この生どきでもって日本を潰していいのかと、ね、これは風もどきで、これを本当にね、強く、特集号で、はい、もうね、芝なんかどうでもいいから、はい、ね、日本のね、石油を集めてね、やってもらいたいんですよ、はい、そうですね、そうですね、こういう新しい産業を作った人がどんどん出ないんですから、あの菅さんは結構ね、あの自由主義経済、辛抱者だと思うんですけど、いいです、あと自立していかなきゃいけないっていう考え方を、持ってると思うんですよね。だから多分経済も回していこうという考え、携帯電話のね、あれの規制なんかね、そうそうそう、素晴らしいですよ。そう携帯電話も、ね、もそうですね、規制が、官僚の規制は許さんという立場だとは僕は思ってますので、ちょっと期待したいなと思いますね。そうだね、はい、だからまだ GoTo キャンペーンやってよかったですよ。 GoTo はあの延べ200万人以上が利用して、たった6人なんですよ、感染したの。だから旅行行った方が安全じゃないかっていう話なんですよね、おっしゃる通り、率で言えば、全然動いて楽しんだ方が良かったっていうことですし、家にいるとやっぱりあの逆に筋肉が衰えたりとか、やっぱ鬱になったりとかする可能性は高いですからね、あのやっぱり長いこと家にいるっていうかね、とか動いて、いや、本当にそれだけの成果は出てんだもん、そうそうです、ね、出てテレビ見ではほとんど GoTo キャンペーンこの時期やるべきじゃないとか、ね、そうそう、もう少し慎重になるって言ってる、何言ってんだと、ね、それこそもう切りもみ状態でもね、前に前に進んでいけなきゃどうにもならないだろうと、みんなね、皆さんがね、こういうテレビのメディアをね、もう自粛だなんて言ってる方は考えてもらいたい、私はそうなんだけれども、今年の3月から3、4、5、6、7、8、6ヶ月ほとんど収入ないと思ったらどうしますか、まだね、命が危ないとか、いやいや命よりね、もう経済が、あのその命が大切だなんて言ってられるかって言うんですよ、はい、6ヶ月も無収入で、はい、そうです、それが中小企業、零細企業、山ほどいるんですよ、はい、だからいい加減に言葉遊びやめてほしいって言うんですよ、はい、